こんにちは、神奈川県人権啓発センターです。どうぞよろしくお願いします。本日はですね、全国裁判がありました。はい、はい、全国ブラック調査の裁判でございます。はい、まあ一応ここはですね、まあ最初から経緯を知っているという、皆さんが知っているという前提である程度話をしていきますと、まあ最初解放同盟から訴えられて、まあ口頭弁論をやって、それで今、弁論準備手続きといって一旦非公開の手続きに入っています。はい、だからまあ建前としては、次の弁論に向けていろいろ、まあ裁判所の中で原告被告はごそごそと準備をしているという状態ですね。はい、で今日解放同盟から書面が、まあ、届いたというか、その裁判所に行ってそこでまあ渡されたという状態なんですけど、そうなんです。本来だったらこういう手続きのね、期日の1週間前にそういう書面を出すということになってるんですけども、まあ、毎度のようにもう遅れてるというか、ね、遅れてる状態で、今日もなんか裁判官が注意されてたんですけども、普通、まあ、私たちでもそうだけど、やっぱり文書ってな、裁判をこうやって、まあ、陳述書でも長い分量ありますから、しかも原告多いですからね、それをね、例えば1週間で読むっていうのは結構むごい話なんですけど、それを行って当日渡されるので、今日お二人でものすごい分厚いものを渡されましたから、なかなか辛いものがございます。とりあえずまず自転車の方から出したのが、まあ陳述書とですね、まああとなんかこんな意味があるかどうか分かんないけど、なんか全国連のね、公開質問状あったでしょ、あれ。あれも出しときました。全国連っていうのは、そのブラック解放同盟全国連合会といって、これ解放同盟とは全く別で、まあ、かつては、まあ、同じ団体だったので、そこから分派した団体の一つで、まあ、俗に言うと中核派の、まあ、影響が強かったという団体でございますね。確か前回なんか動画でそのことについて説明しましたっけ？前回動画でやったっけ？あ、まだやってなかったかもしれないですね。まあ、それはまた。まあ、今度、じゃあ、今度、それについては説明します。はい。人権団体とか、同団体のその成り立ちとか、その分派の、うん、それはまた別で、はい、説明していきますんで。まあ、今回ね、まあ、どちらとメインになるのは、まあ、こちらとして準備書面を出して、はい。まあ、一応反訴したんでね、はい、そのよく集会なんかから、なんか全然関係ない集会で追い出されたとかいうこともあったので、はい、それでまあそういうことについて、まあ一応こちらとしても主張を出したのと、はい、あとはまあ陳述書をうちからも出してます、はい、それで、まあ、今後予定としては、まあ、尋問をしようというようなことになるわけですよね。1人持ち時間20分っていうね、1人20分、はい、でしかも反対尋問もするわけですよ、はい、だからそれも合わせたらもっと1人当たりもっとかかるんじゃないかというもので、はい、で一応まあ裁判所はどうもやる気らしいんですけども、はい、まあ、現状だとな、最低でも5時間かかると、はい、最低でもですよ、最低ですね。だから、まあ、実際その通りにまだやるかっていう最終的な決定はまだ裁判所からは判断は出てない状態で、はい、だからまあ弁論についても、まあどの多分やるんだろうけども、どんな形でどれくらいやるかっていうのは、まあ今のところまだ最終的な判断は出されてない状態です。解放同盟としては、まあもうなんか10人以上の名前連れてあったんですよ。1人20分で、なんか片岡清さんだけは40分やりたいって言ってたんですけどね、なんであの人が40分がちょっとよくわかんないんですけど、まあ、でこちらの方からもですね、自転車の方からも一応承認尋問の申し出をしておきました。はい、私宮部達彦と、あと三品純、はい、これはまあ前回説明したんですけど、なんかまあ裁判所としてはこれ出してほしいみたいな感じだったので申し出ておきました。あと解放同盟側の何人かもこちらの方から逆に、じゃあ解放同盟側からもちょっと出てきてほしいということで、何人か指名しています。それでですね、あとこれはもうほとんど事務連絡みたいなもので、まあなんか原稿の、9人亡くなってる、9人亡くなってる、9人亡くなってるっていう話がありまして、はい、原告の方でね、はい、まあ実は正直高齢な方が多いんです。
なので裁判が始まってから9人の方が亡くなってて、で、まあ、それが全員裁判を継承してするわけじゃなくて、もう遺族の人がもうこれは終わらせたいっていうのも何人かあるので、まあ、その辺の内訳っていうのはまだ裁判所の中になんか連絡文書として出されてる状態で、まあ、こちらの方にはまだ結局どうなるのっていうのはまだ来てない状態です。なんか松本龍の家は、なんか前々回ぐらいでなんか、お家の人が引き継ぐみたいな、継承するみたいなことを言ってたような記憶もあったんだけども、まあ、継承するのかもしれないですけどね。ああいうでも運動家の家だったらともかくとして、まあ、普通はなかなか、じゃあ、遺族がいるかどうかも分かんないですから、まあ、その辺どうなっていくかはちょっとまだ分かりません。あとですね、まあ、一番これからの本丸なんですけども、その、部落出身だということを証明する公正証書についてですけど、結局出てこないんですよね、今回も結局出てこなくて、もうこれは、でもだってもうこれは第3回ぐらいの口頭弁論の時からもうずっと言ってる話なんですけども、なかなか出てきませんけども、うん、ただ、さすがにもう来月末までには出すっていうふうに向こうは言ってるので、多分出てくるんだと思います。はいはい、で、こちらから一応言っておいたのは、その本籍とかね、住所とか自由に移せるんだから、はい、裁判が始まってからね、急に移したりとか、あるいはごく一時期だけこうウィークリーマンションとかに移してね、そう、元に戻したっていう場合は、部落出身でなってしまうんじゃないですかっていうふうに言ったことに関しては、一応、なんかいつの時点で、その住所なり本籍だったかっていうのをまあ書いて出すそうです。でその辺についてはほとんどの人は裁判より前っていうふうに言ってたので、まあ、逆に考えると何人かいるんでしょうね、裁判の後で移してる人が。でただそれについてもう一つは、その例えばその1ヶ月だけ移したとか、なんかそういうことがね、わからないんじゃないのっていうことに関しては、向こうはその辺はもう証明する気はないそうです。あ、だから裁判の前だったら、そのほんの1ヶ月とかね、2ヶ月とか、一時的に部落に住所を移して、また別のところに行きましたよっていう場合でも、まあ、ある時点では、部落に住んでたとか、はいはい、部落に本籍があったっていうことになるので、まあ、それをもって証明っていうことだと思います。でもなんか、読みようによってはですね、陳述書の、読みようによってはそういった住んでる、まあ、族地じゃなくて、なんか、族人的な解釈をしておられる方も、中にはちょっとちらほら言いたいような気がするんですけども。そうです、その辺はどういうふうに判断されるか、ちょっとよく。だって神川さんとか、そうなんじゃないですか。で、だから向こう、解放同盟側としては、なんかその、毎回こう、都合よく解釈してるというかね。そうなんですね。ある時は出身地だって言ったり、ある時は血統だって言ったりとか、そういうすごくいい加減なことをやってるんですね。でもどっちかっていうと、仮にね、1ヶ月血統で裁判所はそれ認めるんだったらば、まだウィークリーマンションで住んでブラックですって言われた方がまだ気持ちよくないですか？いや、どっちも嫌だけど、どっちもおかしいでしょ。どっちもおかしいけど、もちろんどっちもおかしいんだけど、一応僕の考えではそういうこと裁判所が証明するということがおかしいでしょという。でも現状それで判断するわけでしょ。その原告適格性の問題としてそういう枠組みっておかしいんじゃないですか。いや、そのね、いや、部落というところに住んでるっていうふうに言われたと、それが名誉毀損だっていうようなね、単純な話なら、まあそれはそれでいいのかもしれないんですけども、今回その部落民であることが原告適格性に関わってるという、うん、そう、そういう論法で言ってるので、はい、だからその原告が部落民であるかそうでないかによって、はい、法律上の判断が変わってしまうっていうわけなんですよね、はい、だけどそれはもう現代の身分制度でしょう、それは、うん、それは、うん、で法務局なんか、あの人権擁護局なんかも、その同和問題に関しては同和地区出身の方とか同和関係者とか部落民っていうような言い方をしてないんですよね、はいはい、あくまで同和問題とか、今だったらまあ部落差別とか、なんかそういう書き方をしてるんであって、はいはい、そういう部落民に対する差別みたいなね、はい、あの例えば法務局の人権課題で、あのアイヌの方々はそういうことは書いてあるけども、だけど部落に関してはそういうこと書いてないわけですよね。だからそういう
誰かをブラック民認定することで差別を解消しようっていうことになってしまうと、それはもう自己矛盾に陥ってしまいますよね。そうですね。その問題、はい、もともとその、ですね、僕はあの、全国連のね、はい、への回答でも書いたんですけども、はい、あれもまあ、その、ブラック民というものは、その、権力でによって作られたもんだから、そのね、権力によってブラック民というふうに言われてる宮部はブラック民じゃないはずはないだろうって言って書いてるんだけど、これもあながち冗談じゃないんですよ。そうなんですよね。ブラック民っていうのは権力が作ったもんなんで、はい、なので裁判所はこの人ブラック民ですっていうふうに認定するのはおかしいんですよ。歴史的経緯からも、はいはいはい、そういうことがダメだっていうことだったわけですから、はい、ただまあ今の流れだと、あの公証役場がブラック民リストというかもう現代版認別証を作るという状態になってるので、まあ、だから、まあ、解放同盟側が、まあ、その言ってることが本当なら、まあ、来月末までには現代版認別証が出てくると。まあ、でも公正証人役場の人も、まあ、大変な作業をされると思うんですけど、まあ、その辺ね、まあ、あの人たちの仲間というのか理解者なのか改革のかはちょっと分かりません。それはどういう方が書かれるのかっていうのは、とりあえずこれからの流れなんですけども、とりあえず次回までの処理、4月22日までかな、そのぐらいまでに、いろいろとあの、こちらのなんか主張だとか反論だとかいうもの、まあ、相手側の書面が出てきて、で、先ほどもそのなんか現代版認別証というか、まあそういうのは、実は5月13日が次回の、弁論準備手続きになります、はい、5月13日月曜日15時30分、はい、だから、まあ本来だとその1週間前ぐらいだから、5月まあ7日か、まあそろそろ6日ぐらいに出てくるんです。まあそれは分からないです。どうせ多分まだ当日ギリギリになって出てくるんじゃないかと思うんですけども、まあ、だけどペラ1枚とか2枚じゃないですからね。これまあ100枚いきますから、ね。そうです。全員分の、いや実は今日は陳述書も届いてるんです。あの、はい、届いてるっていうか渡されたんですよ。ドンって言って。一応あと20名ぐらいって言ってたんで、一応ほぼ全員分の陳述書は出てるんで、ただ今日出されたんで、まだ読んでないんですよ。とにかくすごい分量なので、はい、なのでちょっと今、その内容がどうっていうのは解説は難しいんですけど、はい、まあ、とにかくそういう、私は部落出身ですが、なんかそういうふうに書かれた陳述書がいっぱいで、中にはなんかちょっとおかしいのもありますよね。その部落出身かどうかっていうのは全く触れなかったりとか、そうですね。はい、なんかあと、なんか東京台東区出身とか、台東区出身のブラック民って言ってる人がいたけど、台東区、生まれが台東区でブラック出身ですって書いてましたね。多分今どのことじゃないってないです。でもあそこってブラックですかねっていう、一応断罪マンゆかりの地ではあるけども、もう今あそこブラックって言っても、もう明治の頃にあそこブラックじゃなかったんじゃないですかね。だから誰もブラックって思ってないと思うんです。わざわざ自分で掘り起こしてきたんでしょうね、うん、いやそれと あの人はでもそもそも部落出身って聞いてないのに、なんでこの言うのかって書かされたんちゃうかなって思うんだけど、でしょうね、うんうん、ちょっとこじつけがひどいんじゃないかなって思います。はい、まあ、あの裁判の方向についてはそういう感じで、はい、まあ、非常につまらない話なんです。まあそんな大して動きは、ね、今日はまあ人脈手続きですから、はい、そんなに。で今日はどっちかというとメインになるのは、皆さん気になってるあの破産者マップですね、はい、あちょっとこれはなかなかね、宮部さんの方にこれはこの鳥取ルーパン県だとかってね、ツイッター見ると出てる。とにかくね、あの僕はやったんじゃないかというふうにね、相当疑ってる人がいるんですけど、僕じゃないですからね。というかそもそも僕はやったとしても、もう絶対言わないですから、こんな僕はやったなんて、もうあの住所でポンって懲りてるんで。なおかつあの破産者マップなんて、あんな恨みを買いそうなものをですね、そんなね、やったりしないです。はい。で、ただ、あの件に関しては、いや、まあ、仮に僕はやるとしたらですよ。やるとしたらですよ。はい、僕はやるとしたら、あんな地図には落とさないですよ。はい。なんでかっていうと、やっぱり検索できた方が面白いじゃないですか。そう。住所でポンも、あれも地図になってないわけですよね。うん。もう地域別にリストになってる。だから、地域別にリストにした方が、その、地域別にリストしたものをこうやって置いといたら、こう徐々に Google で検索できるようになるわけでしょ。はい。で、気がついたらなんか、破産した人がなんか自分の名前で入れたら、おい、出てくるぞっていうことになって、それでまあ、徐々に燃え上がっていくという、はい。ことになるわけですよ。
で多分地図より燃える燃え上がるんじゃないですか、そっちの方が。まあそれだってダイレクトに分かっちゃうから、それはもう、ね、大きいのもあのね、なんかね、それとなんか僕はあれと思ったのは、今回こう破産者マップということで住所でポーの時とかで、例えばクレームつけてくる人は、例えばストーカーに狙われてるとか、宗教団体が、その創価学会がなんか表にいるとか、そういうことを言ってくる人たくさんいたと思うんですが、はい、今回ね、面白いのが破産者マップでこんだけ被害があったと、はい、私は DV 被害があるとかね、はい、なんか何、ま、前の男がつけ、ね、狙ってくるとかって、そうやっぱり破産者マップにもそういうことを言ってくる人がいるんですけど、破産者マップと DV って関係ないじゃないですか。これなんでこういうこと言ってくるのか、いやその辺僕もよくわかんないけども、うん、なんか面白くて、なんかああやっぱこういうことでもうクレームつける人なんか結構似てる人多い。 DV 被害者の人で、でも DV 被害者がその官報に乗ってしまったような住所にずっと住み続けるのかなっていうことがあるんですよね、そのとにかく誰かにこう追われてるというかさ、本気で突き狙われてる人だったら、うん、官報に乗ってる時代でアウトじゃないですか、うん、積極的に探そうと思ったらそれこそね、あの探偵とかそういうのに、いやでもね、依頼すればやっぱり、ね、でもねこれね、なんかね、かもうすぐに集団ストーカーとかね必ず出てくるからね、はい、関係ないじゃないのって言って、その全然、うん、破産マップとは全くなんか気がするんだけど、いやでもまあその住所とか個人情報っていうものがキーワードになると必ずこの集団ストーカーっていうので、出てくるっていう、いやだからこれはね、あのなんていうのか、今こういう個人情報の方がすごい厳しくなってるでしょ、でストーカーの規制も厳しくなってるっていうのは、あのこの集団ストーカーっていうふうに主張してる人の影響ってかなりあると思うんですよ。多いでしょうね、だって集団ストーカー被害者の人たちはな、地方議員まで当選させたりしてますからね、だから意外と政治力はあるんですよね。集団ストーカーってそもそもちょっと状態が分かんないんですけど、どういうのが集団、たくさんに複数人にストーカーされるってことですか。それがまず分かんないっていうか、どういう状況のイメージがつかないというか、まあ創価学会、童話、ユダヤとかその辺がまあ典型的に言われますよね。で何ユダヤが付け狙うんですか、集団で CIA とか、 CIA とかだから、いや僕はほとんどの場合一のあのなんというのかな、いわゆるその妄想というか、いやでも最近そういった普通の政治家というか活動家の方でもそうやって言うでしょう。だからちょっとその病的なというか、そういう人だったり、そういうことですよ。だから英語でこれどうなんですか結局。破産者マップは今後どうなるか。今なんか消えてません？消えてます、うん、消えてるのはあれ多分あの Google の Google マップです。あの本来ね Google マップって今あのお金払わないといけないんですよね、うん、だからなんか開発者モードでものすごいアクセスが来たから多分 Google に弾かれてるんじゃないですかね、うん、Google もね商売でやってるんで、だから多分ねその多分なんかその破産者マップは炎上したからっていうよりアクセス数が増えすぎたからじゃないですかね、はい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 、消えてるの、はい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 、だから僕はその地図に載せるんじゃなくてテキストにした方が燃え上がるって言ったのそういうことなんだよ。テキストにしてそれこそあの Google で検索可能になっちゃうと本家のサイトが死んだって Google のキャッシュとか検索結果にしばらく残り続けるんですよ。で、Google って検索のキャッシュってね、消さないんですよね、本当に。自動ポルノとか、あと著作権侵害コンテンツかな、ああいうので申し立てがされないと、単純に個人情報っていうだけでは消えないんですよ。だから住所で今回検索できるんですよね。だから、おそらく今、破産者マップに抗議してる人とか、危惧しないといけないのは、ひょっとすると今度はテキストでやってくるかもしれないと、うんうんうん、でなんか破産者マップを誰がやったかっていうのはなんかある程度特定されたっていうのはありますよね。なんか Google のあの広告タグから、うんうんうん、でもなんか確か、何でしょう、回収屋でしたっけ、なんかそういう感じの嘘じゃないかみたいなことが出てる、なんとかでもね、なんかね、まあでも実名までは出てないというのか、実名もなんかバレてたんじゃないですか、本当に。
まあでもそれは、まあ、確実にその人がっていうのも分かんないっていうのもあるし、あとやっぱりね、その官報のに載った破産者のデータってやっぱりいろんなところに出回ってるんですよね、はいはいはい、だからなんていうのかな、まあ官報から、まあ、官報からさ、あ OCR でね、スキャンして OCR でその取り込んでいくっていうこともまあできるわけですよ、はい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 、費用かければね、はい、誰だってできるし、あとまあ電子化したものもいろんなところで売ってるんですよね、はい、だからそういうものを買ってきて載せるっていうこともできちゃうわけですよね。だから僕でもできるのかって言ったら、それは本気でやるんだってやろうと思ったらそれはできるでしょう。できるけども、うん、まあだからなんというのかな、こういうアイデアが出て、でこれだけアクセス数取れるっていうことが分かったら、また やる人いるんじゃないかなと。でそれお金になるかどうかっていうところだと、まあ広告なんかに関してはね、アドセンスなんかはさすがに尻込みすると思うんですよ、Google あそこは。だけどいっぱいそのアフィリエイト会社あるし、それこそそのエロ画像、エロサイトばっかり扱ってるようなところだったら、こういう破産者マップみたいな、このちょっとこう危険な香りがするサイトでも平気で広告、まあ実際漫画村にも広告載ってたわけですからね。だからそのこれでアフィリエイトで一発稼いでやろうっていう人は多分これから出てくる可能性はあるし、でアフィリエイトじゃなくても、例えばもう過去3年分に関しては無料で見放題見れるけども、それより昔の過去10年とかになると有料ですよっていう別途有料プランを作るとかね。でそういうのダメだって言ったら、そのいやでもお金で売るっていうことになると、はい、その他にもやってる会社あるわけですよね。だってデータベース化売ってるわけでしょ。データベース売ってる会社があるわけです、うんうん、だからそういうのとどこが違うのっていうことになるので、うん、まあそういう破産者かどうか調べて信用調査をするっていう商売自体が完全にできなくなってしまうじゃない、そのあたりを突っ込んでしまうとね。はい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 、いやということで、記事書いた記事っても言ってるのは、根本的に解決するのはやっぱこう官報にその公示するっていう制度自体を、うん、もうやめてしまうというか、うん、他の制度に変えてしまうっていうことをしないと誰かがやってしまうっていうことですか。それこそ商売目的じゃなくても愉快犯でやる人もいるでしょう。更新教なんかってそうだったじゃないですか、うん、更新教徒なんか、あんなん完全にその更新サイバー部なんかもう、ね、大してお金にもなんないのにね、もう情熱だけでやってるわけですよ、ああいうことを。だからそういう人が今後出てこない保証はないですよ、誰かがやるかもしれないと。これって結構二面性あって、そういう悪どいことをやってくる人と、それとアホなことを考える人とね、なんか結構ね2種類出てくると思うんですけど、破産者マップが結構大きな問題だと思うのは、これが現代版のブラック差別に発展しそうだからとかね、今後破産者マップが活用されるとすればブラック地名相関と同じ用途である可能性が高く、破産経験者は職業や結婚、転居の際に不当な差別を受けることになるって、これね、朝比奈さんってこれなんかってユーザーの人書いてるのかな、これ。え、いや、まあでもまあ、言ってみれば、でも今、もうすでにそうなってるっていうことですよ。破産者っていうのは、その、なんていうのかな、いや、その、復権してない人はもう公式に差別されてるわけでしょ。まあね。そんな別に差別も何も、なんかこう。いやそれはブラック差別かっていう、なんかブラック差別っていう、なんだっけ、いや多分でもこの人ブラック差別は何なのかよく分かってないだろうけど、うん、ブラック地名相関と同じっていうんだって、まあ地名相関ってまあ売ってたわけですからね、うん、あれパーッと公開したのは地名相関じゃないですよ。地名相関はこっそり売ってたんですよ、そういう調査会社みたいな人が一冊何万円かで。だからそういう状態には今なってるっちゃなってます、破産者のリストって、うん、お金で売ってるものですからね、うん、うわやっぱね、なんか終末哲学者学位を収集、ああ糸糸糸糸なんかいかにもだわ、なんかいかにもだ、ちょっと意識高い系、意識高い系ですわ、うん
意識高いだけで何も実は中身がないっていうか、中身がないっていうか、まあだからこういうことの人が出てくるから、なかなか今後としてもちょっとまあ成り行きを見守った方がいいんじゃないですか。他にもね、こういうヤバげなデータはあるんです。あの、私ツイッターでも書いたんですけども、差し押さえられた人のリスト、いや実は僕もね、あの解放同盟に差し押さえられてるんですよ、マンションも、はい、そしたらその差し押さえられたもう1ヶ月後にはそういうあの不動産屋とかね、金融会社から 手紙が来ましたからね。で、電話もかかってきましたからね。で、その中の一人と僕聞いてみたんですよ、その辺の業界について。はいはいはい、まあ、別に電話かけて来るのは構わんけども、その、ちょっとそういう商売に興味あるから、どういうふうにこういう、あの、差し押さえられた人のリストっていうのは回ってくるのっていうふうに聞いてみたんですよ。はい、そしたらちょっとなんかいろいろ教えてくれてね、なんかちょっと若い人たちにもちょっとねあれこれ聞いてみたらね、その気になって話してくれてね、あの法務局でそれこそもう毎日のように、あの新規に差し押さえられた物件のリストっていうのを取ってる人がいるそうなんですよ。で、今法務局って民営化してるじゃないですか。あの実は一部ね、はいはい、法務局に行くとあの登記簿とか取れるでしょ、はい、であそこでなんかいろいろ作業してる人がいるけど、あれ多分民間に委託された人ですよ、みんな、はい、みんな民間に委託されてる人です。で、いやそんな登記なんて個人情報載ってるのに民間委託するなんてって思うかもしれないけども、その個人情報も何もあの公開情報っていう建前なんですよ、登記って、はい、だからその民間委託してもその別に何を今更みたいな話で、でそこから情報が漏れるじゃないかって言っても、まあ漏れてるわけですよ。漏れるも何も手数料払ったら堂々と取れるわけですから、登記簿って。だから毎日のようにお金法務局に手数料払って、はい、毎日のように今日差し押さえられた人のリストっていうふうに取ってる人はいると。リストっていうか、まあ登記簿ね、そのもの、でそれを、スキャンして、で、まあ、あの、まあ、Excel なんかの CSV の表にしてですね、はい、それで、片っ端から、ダイレクトメール送ったり、電話したりして、で、なんでそういうことをするかっていうと、差し押さえられた人っていうのは、お金に困ってる可能性が高いって分かりますよね。はい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 、だから、そういうサラ金業者なんかの人はお金借りませんかってやったら借りてくれる可能性が高いと。で、あと不動産屋なんかが連絡してくるのはその不動産買いますよと、はい、でもしその裁判所で競売とかになったら安く買い叩かれる可能性ありますよと、はい、うちだったら高く売ってあげますよっていうね、そういう提案をしてくるんです。だからそうやって不動産屋はその、まあそのなんていうかな、差し押さえられた人を食い物って言ったら悪いよね。一応まあ商売だからね、それは別にその差し押さえられたような物件、まあ、お金出して買うのは別にそれを悪いことっていうふうには一概には言えないから、まあ商売ですよ、うん、単純に、うん、だからそういうリストが今後あのマップの上にこうね配置されて、差し押さえられた人マップっていうのが出てくる可能性があるんですよね。だから世の中そのなんていうか建前ではあんまりみんな目にすることはない、建前の上では公開になってる情報っていっぱいあるんですよ、実は、ね、だから破産者マップの人はその中の破産者っていうものに目をつけたんでしょうね。なるほどね。そっか。じゃあまあとりあえず、まあ、もうちょっと、まあ、ウォッチは続けていくって感じで、だからまあどうなるか分かんない。でもなんか、うん、ツイッターでね、破産者マークの人もう心が折れかけてるみたいなこと言ってるんで、いやいや、だいたいでもどうなの、そのあえてアカウントを持つってこと自体どうだったんですか。いやだから下手打ちましたね。いやいやだからまあそのなんというのかな、あの下手打ったわね、まあ完全にこうねシャットアウトしてもう黙ってやるっていうこともまあできるわけですよ。だからそういうことをやる人がこう出てくるかもしれない、はい、でじゃあ我々に対処方法はあるのかというところなんだけども、はい、ただまあ大騒ぎになったら本当に官報で破産者が公示されるのは
されなくなるっていうことも可能性としてはなくはないわけですよ、はいはい、ありえるとは思うんだけども、はい、でもすぐにそれは難しいんじゃないかな、はい、すぐにそうなるっていうのは、はい、やっぱその巨大な利権が控えてるし、はい、その例えばその政治家案件でもあるわけですよね、やっぱりその自民党なんかが閣僚とかその候補者選ぶときに、はい、そういう破産者のデータベース絶対調べてると思うんですよ、うんうんうん、こいつ破産者じゃないかとか、うん、そういう身体検査みたいなものが今後できなくなる可能性があるわけですよね、うんうん、そういう公示するような制度がなくなると、はいはい、なるほどなるほど、だからそのいや破産者マップを非難するっていう人は、じゃあ自分だったらそういう破産したような人が自分の住んでる町 の市議会議員とかになっても全然構わないよって思ってる人は破産者マップを潰せでいいんじゃないですか、自分の会社経営してる人だったらじゃあ自分を破産した人でも雇いますよっていうふうに堂々と言える人は破産者マップだからって言ってもいいと思いますよ、でも結局なんだろう、この時破産者マップの中で誰か何じゃあ、何ツイッターで有名な政治運動の人が出てきたり、またいわゆるね東洋というような人が出てきた場合、ああやったこいつ様みたいな破産しやがるってことになるわけでしょ、結局そのまああのっていうなるじゃないですか。だからこれどっちにしてもね、どうしても破産者ってなんかそうやって見られちゃうから、これ仕方がないことだと思うんですけどね、これ非常に。でもまあね、破産してもなんかそういう差別のない世界というのもいいんじゃないですか。あの僕はね、ていうか、ね、日本ってほら破産ってことに対してすごくなんかハードルが高いというか、なんかあれじゃないですか、見方厳しいじゃないですか。そうそうそう、いや僕はやっぱりね、あの解放同盟のはね、住田一郎さんの理論がものすごく好きなんだけども、まあ隠さなければね、暴露する意味はなくなるという、そうですね、あの住田先生の理論をものすごいと思ってるんだけど、本当いろんな頑蓄があって、なんというのかな、この破産者マップにも言えると思うんですよ、うん、これ破産者マップっていうのは常態化したら、うん、みんな誰が破産者っていうことを気にしなくなるっていうのはあるんかね、うん、いやまあまあかといってその抵抗する、抵抗の気持ちもあるだろうから、まあそこは、うん、いや、うん、気にする人もいるにはいるんだろうけど、どうなのかね、うん、あまりもあそこまであからさまになってしまうと逆に気にしなくなるという可能性ってあるんでしょうかね、その辺が。そうは分かんないですね、うん、いやそこはあの自転車としてこうブラック問題とかこういうものをね、個人情報とかそういうのをあのいろいろと考えてて思うことなんですよ。なんというかな、そうですね、日本が陰湿だって言われるのは、例えば破産者マップみたいなものができるからもう日本は陰湿だみたいな風に言う人がいるけど、逆にアメリカなんかオープンでしょ、どっちかっていうと、あそこはもうあの国はなんかあの裁判のね判決文とか書面なんかがネットで見れたりするし、で裁判所の中にもカメラ入るじゃないですか、法廷の中もカメラ映すような国だし、でなんかあのね監禁レイプ事件の被害者が顔出しでテレビに出たりするわけじゃないですか、あの国は。でじゃあそういう人に対しても気持ち悪とか嫌だったんじゃなくて、ね、応援しようという考えがあるわけでしょ、うん、そういう苦境に陥った人っていうものをなんかこう応援しようっていう考え方があるわけじゃないですか。そうですね、まあまあ全部全部そういう人だとは思わないけども、うん、でも日本よりもどっちかってアメリカの方がそういう考え方があるんじゃないですか、うん、だからねその破産者も悪い悪いって言うだけじゃなくて、もうちょっとこうね、人に対して寛容な精神を持つっていうことをこれを機会に考えた方がいいんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、この取材してるとね、破産したことのある人とか、あの懲戒食らった人のある人とかね、役所で、あとあの生活保護を受けてる人とか、それはもうなかなか厳しい、あとまああのね、まああとまあ精神病を患ってる人にも会うし、取材の中で。だからそういう人って結構身近にいるんですね、うん、僕の親戚だっていますからね、破産者一人、なのでそういう人っていうのはすごくありふれてるので、まあ、そういうことをなんかやたらその特別視するっていうのが僕はおかしいんじゃないか、あの極端にあの同情するのもダメだし、極端に差別するのもやっぱフラットに見てあげてほしい、まあ世の中そういうこともあるんだと、その程度で見てあげればいいのにっていう、なんか無用な同情も無用な差別も無用でおかしいよっていう、そうですね、だからまあそういうふうにいけばいいんじゃないかなとか思うんですけど、ね、まあ、今回の機会に、ただただなんかそういう情報を規制しようっていうのは僕はどっちかっていうと反対の方で、
まあ別に官報から公示なくなっても別に僕は構わないとは思うんだけども、ただでもまあそれで困る人はいっぱいいるし、僕は本当にできるんかなって言ったら僕はできないかなと思う。そうですね、それは銀行とかね、不動産とかそういう業界の人にとってはすごく切実な問題が関わってくるんで、なかなかそれは難しいんじゃないというところはあるかと思います。はい、まあこんなとこですか今日は。はい、はい、ではではどうも、30分ちょっとですけども、はい、じゃあ今日はこの辺りで、はい、ありがとうございました。またブラグ探訪お楽しみください。はい、どうもありがとうございました。